眼科医の平松です。今日はちょっと書籍の紹介、緑内障の方が気になるような書籍の紹介をしようと思います。で、最近私が関わらせていただいている本に大きく分けて2つ緑内障の本があるんですね。1個目が、緑内障の最新治療っていう本ですね。もう1個が、緑内障で、そこから先は長いですね。眼科の名医10人が教える最高の克服法大全っていうもので、こちらは私だけじゃなくて、私以外の9人の方、つまり合計10人ですかね、の、眼科医が、いろいろこう分担して書いてるようなものになります。で、今回ご紹介したいのは、その中での緑内障の最新治療って言って私が書いたような本です。で、これなんでご紹介するかっていうことなんですけれども、こうやって YouTube 見てくだされば、だいたい流れはわかるんですよ。流れはわかるんですけれども、残念ながら復習もしづらいし、なかなかこうブツブツになってしまうんですね。一方で、こういうふうに本っていう形式で読んでくださっている方っていうのは一つの流れなので、正直言ってじゃあこの本読むと、この YouTube 以上に詳しいことが書いてあるかっていうと、ほぼほぼ同じようなことが書いてあるんですよ。じゃあいらないんじゃないかと思うかもしれないですけども、一回読んでくださることによって、実際のこう流れを理解して、抜けを予防できるっていうところがあるんですね。緑内障の治療において最も重要なのは、結局流れ、つまり目薬をしてこうやって治療してこういう風な流れでこんな検査をしてこうやってやっていくんですよっていう人生、ずっとの流れじゃないですか。緑内障治るわけじゃないですよね。となると、あなたが人生一生関わっていく、病気の、流れ、全体像、そして、医者がどう考えて、どう治療しているのか、どういう医者を選べばいいのかっていうことを知っておかないと、結局、損してしまうことになるわけなんですよ。なので、本を読んでいただいた人の方が正直言って、治療はすごいしやすいですし、かつ、あなた自身の治療も、スムーズにいくことは、もう現実事実としてあります。なので、ちょっと紹介させていただきたいと。じゃあ、この本、どんな感じの内容になってるか。こう、文字がたくさん書いてある本。当たり前って当たり前なんで。だから、失明に本当に近くて全く見えない人はちょっとなかなか難しいんですけど、第一章としては、最新の予防とか、最新の治療とか、99% 失明を防ぐ方法みたいなことは書いてあると。で、第2章では、基本的にこの新しい、サプリメントであるとか、日常生活のことがある程度書いてあって、第3章で、ここがなかなかこう、他の本とかでない知識的な部分になってくるんですけど、医者とのコミュニケーション、結局、緑内障の医者って、なかなかな人も多いじゃないですか。となってくると、それとどうコミュニケーションを取っていって、どうやっていくといい治療を受けられるのかっていうことをちょっとご紹介してます。で、第4章では目薬の種類と、刺し方とか。で、第5章では実際その医者の選び方とか、そこら辺をご紹介してます。で、第6章では手術の話も載せてます。手術なんてまだ私言われてないから関係ないって思うかもしれないけども、前もって知っておくと、急に言われた時に、この人、こういう理由でこの手術の話をしてるのねとか、そういうことがある程度わかるので、そういう意味で、役に立つ本かなと思っていて、自分で書いた本ではありますけれども、おすすめするので、ちょっとご紹介させていただいております。こんな感じの緑内障の最新治療。一応1500円プラス税。時事通信社さんから出ている本ですね。で、もうすでに2万部以上、2万人以上の人には読んでいただいているので、多くの緑内障の人は、正直1500円ってもったいないなって思うかもしれないですけど、日々の診察を考えると、な値段かなと思いまして、一応ご紹介として、こういう本を紹介させていただきます。ぜひ、手に取っていただいて、買うかはないは別として一回読んでいただくだけでもだいぶ違うかなと思うので、緑内障の最新治療っていうのを本のご紹介をしました。